ハンス・クリストフ・ゼーボームはドイツの政治家。所属政党はドイツ党、後ドイツ・キリスト教民主同盟。1949年から1966年まで交通省を務めた。連続17年の大臣在任はドイツ連邦共和国史上最長である。シュレージエン地方のエマヌエルス税源に生まれる。1921年にドレスデンでアビトゥーアに合格し、 ミュンヘンとベルリンで鉱山学を学び、1928年に卒業。1931年に国家試験に合格するまで晴れの上級鉱山局に勤務。1932年に博士号を取得。1933年以降、鉱山や石油採掘、機械工業企業等で管理職を務める。1938年までグライビッツの鉱山長を。 つめ、1939年は、ホーエンド・エベルケ株式会社で、鉱山町。ついで工業会社の筆頭監査をつめ、1941年には、アーリア化され、国有とされた後払い下げられた、鉱山会社の共同設立者となった。ブラウン・シュバイク産業、商業連盟副会頭も務める。第二次世界大戦後は、イギリス軍占領地域における、石油採掘。 機械産業連盟の代表を務めた。1945年から1949年まで、ドルトムントの石油会社取締役、1947年から1963年まで、ブラウン・シュバイク産業、商業連盟会等戦後すぐに、ニーダー・ザック戦ン等の共同設立者になり、同党は1947年に、ドイツ党と解消された。彼は、 ドイツ人追放にあった数少ない党員の一人だった。1946年に、ニーダーザク選州議会議員に当選。1946年から1948年まで、ヒンリヒ・ビルヘルム・コップフの内閣で、ニーダーザク選州建設、労働、保健大臣を務める。1947年から1955年まで、ドイツ東副党首。 1949年に第一回ドイツ連邦議会選挙に出馬し当選し、死去まで議席を維持した。この選挙では他の保守系政党との合同が協議されたが、イギリス軍軍政党局が反対したため、実現しなかった。勢揃いした第一次、エアハルト内閣の閣僚。最前列右から4人目が、エアハルト首相。 三列目右端が税防ムこの選挙で成立したコンラート・アデナウアー首相のドイツキリスト共民主同盟との連立内閣に入閣し交通大臣に就任した。1951年に連邦自動車局や航空連邦局の設置を実現した。1952年の党大会で党首に選出されたものの就任を誇示した。1960年7月に ドイツ党を離党し、9月にセディに入党した。1964年にハノーファー地区の党代表に選出され、1967年には党会計部長に選出された。ゼーボームはクルトゲオルクキー・ジンガーの大連立政権が成立する1966年11月まで連邦交通大臣に在職し、大臣在任17年は、 ハンス・ディートリ・ヒゲンシャーの23年に次ぐ長さであるが、ゲンシャーは1982年の数週間の中断を挟んでの在職期間であるため、連続在職記録としては、ゼーボームが最長ということになる。ゼーボーム自身は、ズデーテンドイツ人ではなかったが、両親が長く、ズデーテン地方に住んでいたため、1950年、イコーズデーテンドイツ人連盟の代表役員となり、 1959年からその死去までスポークスマンを務めた。追放ドイツ人団体のロビーストとしての活動も活発で、1959年以降は毎週のように新聞の見出しに名前が出ていた。しかし大臣在任中の1964年以降は政府の圧力により、ズデーテン地方の法的地位について沈黙するようになった。ブラウンシュバイク名誉市民。 ブラウンシュバイク技術大学より名誉博士号。連邦議会議員在職のまま1967年にボンで死去した。ありがとうございます。